うかい。うかい、うかい、うかいは、うを使ってあゆなどをとる、巨峰の一つ。中国、日本などで行われていた。現在では、漁業というより、観光業、省として行われている場合が差は、また、ヨーロッパでは16世紀から17世紀の間、スポーツとして行われた。うかいの歴史は古く、日本初期、神武天皇の城に、 呂をさくつて魚を取るものあり、天皇これを問う。大えて曰く、神はこれ、宝書丹のこと、これすなわち、たの洋部の子祖なりと、呂洋のことが見え、古事記にも呂洋のことを歌った歌謡が載っている。天皇の歌に、始末取りか日かともとある。また、中国の史書、随書海王二十年、六百年の上には、日本を訪れた随史が見た変わった漁法として、 衣装玉木桂ツラロジ霊樹水補魚、比エ百余等、小さな輪を取りにかけ日に百匹は魚を取ると、記されている。五世紀末から六世紀前半に築造されたとされる、群馬県のほど田八万塚古墳では、首に紐を巻きつけ、くちばしには魚を加えた形状で、うかいの様子を表現した、う形たにはが出土している。年間、年から年には、 長良川河畔に七個の迂回があり、国師、藤原敏人により鮎が献上された。そして、それを時の天皇が気に入り、片方々軍七号の地を迂回に要する、かがり松の領として賜り、迂回七郷と呼んだ。平時の乱で、源の頼朝が義友と敗走するとき、義朝友とはぐれて長良川河畔をさまよい、迂回の長である白明の家に宿り、 そこで食したあゆず氏の美味に上を癒した。研究三年、1192年右大将として上落する際、白明の子を呼び出して恩に報い、また毎年あゆず氏を鎌倉に送るよう命じた。和名将には、美の国宝剣軍の迂回が掲げられ、衆下尺別記には迂回十七個とあり、新鮮美の市には、片方軍迂回の里休家村とある、文明年間、 1469年から1486年、一条、金吉が、美濃の商法寺に滞在し、迂回を見物した記録がある。A67 年、1564年、織田信長は、長良川の迂回を見物し、迂回それぞれに、武将の名称を授け、高城と同様に偶し、一個に、六枚十票を当て、給与した。元年、1615年、 徳川家康が迂回を見物し、石焼の鮎に干渉して以来、江戸城に毎年鮎を献上するのが例となり、武将二十一個ごと二十両の淵を急せられた。その献上の際には、老中の三般正門を持って、継ぎ立て、江戸まで二昼夜で装置した。その後、迂回は衰え、文化二年、1805年には十二個となり、その十二個に毎年百二十国。 五百三十二両二分を給与するとして、再び回復した。明治維新で一時衰退したが、明治天皇の代に、しばしば沙汰があり、大前職に上納され、明治二十三年、1890年から、稲葉郡長良ら村古津その他麦郡、郡上郡の各村で、延長四百七十一件を、宮内省の鮎寮のお場に編入された。 う飼い漁で獲れる魚には、傷がつかず、うの食堂で一瞬にして気絶させるために鮮度を保つ、ことができる。このため、う飼やは健常品として、ことのほか珍重され、安土桃山時代以降は幕府及び各地の大名によって、う飼いは保護されていった。武将と魚場の確保は、大名たちにとってもメンツに関わることであったのである。その一方で、う飼いは、 漁獲効率の良い漁法ではないため、明治維新後に大名等の公園を失った迂回は減少していき、現在は数えるまでにその規模を縮小している。現在の迂回は、客が屋形船からその様子を見て楽しむというように、漁による直接的な生計の維持というよりは、もっぱら観光事業として行われている。例えば、愛媛県大須市の肘川で行われている迂回は、 戦後の昭和三十二年、1957年に、大津観光、う海として始まったものである。切手の衣装にもなった、う海漁をする人を使いまたは、うしょう、うしと呼ぶ。その装束は、風折り絵星、漁服、胸当て、腰身の海につける。漁に用いる、うの数は、各地のう海漁の規模や漁法によって異なる。例えば、 一方では、右将ごとに一羽ない四曲水羽のうを操るが、小舟を用いた一般的なうかいにおいては、一人の右将が五羽から十羽程度のうを一度に操る。虚否はおおむね晩春から初秋にかけてであり、あゆ漁の解禁日に合わせて漁が始まることが多い。うかいでは、平底の小舟のへさきで焚かれるかがり火が、照明の他に愛を驚かせる役割を担っている。 かがり火の光に驚き、動きが活発になったアユは、鱗が、かがり火の光に反射することで、ウに捕らえられる。ウの喉には、紐が巻かれており、ある大きさ以上のアユは、完全に飲み込むことができなくなっており、ウショウはそれを吐き出させて、漁獲とする。紐の巻き加減によって漁獲する、アユの大きさを決め、それより小さいアユは、ウの胃に入る。しかし、うかのウに、 いつも喉に紐を巻いて、漁をしていると、うは、だんだんやる気をなくしていってしまう。そのため、うしょうはうにも、休暇を与えることがある。うかいとうの関係については、うでも記述。うかいは、通常5月半ばから10月半ばまでの満月の日、以外に行われる。満月の日に行われないのは、かがり日に集まってくるあゆが月明かりに惑わされるのを、防ぐためである。 ウカイに使われるはウミウであり、和歌山県有田市と島根県益田市を除く、全国11カ所すべてのウカイは、茨城県日立市、旧十王町の石浜海岸で捕獲されたウミウを使用している。ウミウの捕獲は、春と秋の年に海、戸屋と呼ばれる海岸壁に設置された、菰掛けの小屋で行われる。鳥屋の周りに放したお鳥のウミウに釣られて近寄って、来たところを、 鳥屋の中から鍵棒、と呼ばれる篠岳の先に鍵バリをつけた道具を出し、海ウ,ウの足首を引っ掛けて、鳥屋に引きずり込み捕らえる。うは冬、南方に渡りする途中を、終わり国地と半島篠島海岸で捕獲した。捕獲法は、最小鳥となる一羽の魚の両目のまぶたを塗って、仮に盲目とする。これを海上に露出する岩頭に置き、付近に持ち、 箱を装置し、これに近づく、渡りの卯を捕まえるのである。これはしまうと呼んで、普通の卯よりもやや大きく、身長、約2尺、軽長8寸から9寸、体重650問目から860問目になる。捕まえた卯もまぶたを仮縫いして、使用地まで運び、風切りは後、6枚を半ばから切り取り、縄付きで泳がせ、だんだん訓練する。使用年限は、 大抵12年から13年間である。鵜かい船は、長さ七間八寸、四キロ圏、幅中央三尺四寸、深さ一尺六寸五分。竿は友乗りの使うものは、長さ一畳五尺、友を、中条の使うものは、長さ八尺五寸、中竿。舵は、友舵の長さ七尺五寸、中舵の長さ六尺二寸。穂は、長さ一畳二尺五寸。 幅九尺五寸。穂柱は長さ一畳六尺五寸。ただしほと、穂柱は上流へ遡るときに用いるだけで、迂回と直接の関係はない。松式は、かかり用の焚き木をおくいであり、大小二個ある。手縄はうを結ぶ縄で、檜のの繊維をより合わせたもので、長さ一畳。縄の端に、鯨で作った、つもそという長さ一尺二寸の紐をつけ、 その末を島田だに曲げてうをつなぐ。とかごは、うの飲んだあゆを吐き出させる竹かごで、合計一尺三寸、深さ一尺二寸五分。初蓋はあゆを盛る器で、横七寸二分、縦一尺二寸、深さ一寸五分の日の木製の盆。かがりは、鉄製で、日かごの深さ一尺、定型六寸、合計一尺四寸、これに、長さ七尺五寸の柄を添えて、 船のへさきに差し出す。松割木は、かがり火用で、長さ一尺二寸ほどの松巻六巻門目を一束として、一層に五束ずつ、備える。松松は、油松を適宜束ねて、随時使用する。うかごは、うの運搬具で、幅三分の先丈で、縦一筋、横二筋、片い寸くらいの籠目に編み作り、檜の木の四分番で蓋とする。 籠中央に縦に仕切りを設け、一方に二羽ずつ4羽の羽を入れる。止めかごは使用後の羽を一籠に二羽ずつ入れて鳥部屋に置くもので、製法は、うかごと同様である。鮎は、立春後およそ50日を経れば、やや成長し海口から、河川の淡水に上り始め、5月になれば3寸くらいに成長する。うかカッコはこれより前に準備するが、うかは暗夜に限る漁法であるから、 月夜を嫌い、上弦の夜は月入り後、下弦の夜は日立ち前、上流から下流へ漁して下る。うか船は、前夜十二艘が二手に分かれて漁するが、時に連合し、両人を張り、一斉漁業することもある。絡み。うか船一隻には、武将一人、中条一人、友乗二人、計四人が乗り組み、武将は、へさきで十二羽、中条は、中央で四羽の羽を使い、友乗りは、 友で船の身体旋回の任にあたる。武将は、右の鮎を飲んだ瞬間手応えでそれと察知し、直ちに引き上げ、トカゴに抜かす。放漁の際には、全部の右が一時に鮎を飲むこともあるが、武将は、いささかの地帯もなく、それを取り裁く。武将は、その多忙のうちにあってなお、あるいはかがりの焚き木を添え、あるいは船の身体に注意し、一呼吸の油断もない。 山梨県笛吹市伊沢町を流れる笛吹川における伊沢うかいや山梨県の群内地方を流れる桂川で勝って行われていたうかい。現在は廃絶、和歌山県有田市の有田川で行われているうかいは、徒歩、家中と呼ばれるものである。これは小舟等を用いず、武将が一羽ないし二羽のうを連れて直接浅瀬に入って漁をするかいである。 ウに追い綱をつけず行う漁を放し迂回、い、話迂回という。2001年まで、島根県で行われていた、高津川のうかい。京都府宇治市で復活を目指す動きがある、宇治川のうかい。岐阜県岐阜市並びに、関市の長良川下半におけるうかいは、宮内町式部職である宇宙によって行われている。宇宙は、岐阜市ながらに六人、関市小瀬に三人をり、 これらはすべて世襲制である。長良川の迂回では、一人の右将が一度に十二羽の、うわやりながら、漁を行う。もともと、長良川の迂回はその期限を千三百年ほど前まで遡り、江戸時代は、徳川幕府及び、尾張家の庇護のもとに行われていた。明治維新後は一時、有栖川の宮御用となるも、千八百九十年に、宮内省首領領族となった。 御両うかは、競技には、毎年5月11日から10月15日まで、行われる漁のうち特に宮内庁の御両上で、行われる八回の漁を指。五両うかで獲れた鮎は皇居へ献上されるほか、明治神宮や伊勢神宮へも奉納される。随所に、和国のうかが書かれた、時代600年には、うかは、中国人にとって珍しい漁法だったが、 その後中国においても迂回漁法が定着した。中国における迂回の記録は、一説には徒歩、712年から770年の死の一説にまで遡るという。家々ではうを飼い、毎食木魚を食べると訳されるこれが、迂回のことであるという。ただし、ウっというのがうを表すという説には、異論も多く、仮に魚であったとしても企業とは超ざめ出るとされている、ことから、うが、 長ザメのような巨大な魚を捕れるとは考えにくく、これを迂回の証拠とする説には疑問が持たれている。確実な記録として、最古のものは、10世紀の文人、東国が残した、清子録、九百965年において、東塗り、安気症太平府の都市の業民が、魚を捕らえるのに非常に機敏な呂を使うと、記述されているものである。また、11世紀後半の文人、 ハンチンが残した文章にも、二十世紀の中国で行われていたものとほぼ同じ漁法が描かれている。現在、観光地としても著名な、高生地湾族自治区経林市付近や、雲南省、海出のうかがよく知られており、湯陰部、留守部などと呼ばれている。江南の各地で漁法として残り、高生省の南省市内などでも見ることができる。下北省と天津市の間でも、 小規模ながら、巨峰として残存していた。宇田総平、国立民族学博物館准教授による調査では、中国の迂回は観光用でなく、淡水漁業として現役であり、洋湖や童貞湖など少なくとも119カ所で行われている。中国の迂回は、日本と以下のような相違点がある。これらの点から、中国の迂回は、 歴史的に先行している日本のうかいからそのノウハウを得たのではなく、独自に発達したものではないかとベルトルトラウファーは推測した。16世紀末から17世紀初めにかけての一時期、ヨーロッパでもうかいがスポーツとして、主にイギリスとフランスの宮廷を中心として広まった。1609年、皇太子だったルイ13世の前でうかいが実演され、1618年には、 ジェームズ一世が飼っている、海瀬もカワウソ、いずれも療養動物のための飼育小屋と池を、ウェストミンスターに作ろうとした記録が残っている。イギリスの動物学者ハーティング、ジェームズ・エドマンド・ハーティングは、ヨーロッパに迂回を持ち込んだのは、オランダ人であろうと推測し、フランスの高狩り研究家、ピショー、ピーマディ・ピカートもこの技術が、東アジアから、オランダ人によってもたらされたものであると示唆している。 しかし、ヨーロッパで行われたうかいは、日本や中国で行われていたものと手法においてく、異なるものであり、高刈りの手法の延長で行われたという点に、特徴がある。うは目隠しをされたまま魚場に連れて来られ、漁の時だけ目隠しを外された。うの運搬は革手袋をつけた飼い主の手の上に乗せて、行われた。ヨーロッパのうかいはあくまで貴族のものだったのである。 5世紀頃行われたと思われる迂回の様子を記した土器がペリューのチャンカイ国より出土し、リマ市にあるアマ博物館に収蔵品されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。